秋のゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターを元気にやっていこうと思います。さあこちら今映っているのがですね、以前作成したモササウルスですね。この爬虫類のね、プルスサウルスの頭を使って、はい、こんな感じで作ってますね。背中にはですね、アップデートで追加された火炎放射器、超大型のものがついている。このね、兵器の刃、このね、形状が結構ね、ヒレっぽいんで、はい、こんな感じでですね、海洋生物を作るときにものすごい役に立てます。で、尻尾もね、二つつなげてこうやって長くしてね。はじめはさ、なんか海の生物なんてどうやって作ろうかなと思ってたんだけど、だって陸じゃん、戦いの場所が。でもね、はい、ここにもついてるけれども、このジェットエンジン、これを使ってですね、敵に向かって移動することができるようになったので、まあまあ泳いではいないけれども、敵に向かって突進していくことができると。いや、ありがたいですね。アップデートの度にね、どんどんできることがね、増えていっているので、次のアップデートも超期待しております。さあ今日もですね、大胆なビリを大胆に配置していく。もう超大胆に、はい、もう行こうぜ。もう大胆に行こう。こいつは大胆に配置しての、大胆のビリだ。はい、大胆なビリ61人。はい、見ていきましょう。モササウルスが戦うところ、こんな感じです。大量の火炎放射器をね敵に向かって突進しながら浴びせていくというですね、目もバチバチと輝いておりますね。たとえですね、空を飛ぶ敵がですね、敵にいたとしても、はい、こんな感じでですね、まあ向こうから来ちゃってるけどねまあ戦えるんですわ。接近戦が得意なんですけれども、はい、空中の敵でもですね、ある程度戦うことができると。さあ本格的にですね、海洋生物作ったのがこのモササウルスと、あとはね、タコですね、メタルオクトパス、あとはね、シュモクザメのハンマージェットシャーク。今のところ海洋生物群この3体ですね。今日はですね、4体目を作りたいですね。もう数をどんどん増やしていきたい。はい、この通りですね、サイボーグ恐竜群はね、もう兵士がいっぱいいるんですよ。パキュバロサウルスにパラサウロロス、プテラノドンにアンキロサウルス、スピノサウルス、ティラノサウルス、トリケラトプスということでね、僕が作ってきた中で一番の戦力を誇るのがこのサイボーグダイナソー群ですね。対して海洋生物群、海から上がってきたのはまだこの3体しかいないんで、いやー、この戦力さ、どうあがいてもね、ちょっと勝つには難しいですよね。はい、戦ってもですね、あっという間にやられてしまうというね。いや、恐竜軍はね、一体一体も強いからな。またゲームで、はい、というわけでですね、サムネイルにもある通り、今日はね、モササウルスと共にものすごいでっかい捕食者としてね、太古の海の生態系ピラミッドのもうマジで上の方にいたやつ作っていきたいと思います。それがこいつですよね。はい、プレシオサウルス。いや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 、ブラキオやんってね足生えてますやんってね。ブラキオサウルスの足をね、ヒレに変えることができたら、もうめちゃめちゃね、美しく作ることができるんだけど、残念ながら足を取ることはできない、足を足すこともできないということでね、胴体だけあったらよかったんだけどな。まあでも幸いにもですね、ブラキオサウルスの頭のパーツ、そして尻尾のパーツはですね、あるので、このね、胴体の部分だけ自分オリジナルで作れば、結構ね、プレシオサウルスっぽくなると思うんだよね。でもさ、ブラキオサウルスって草食恐竜でしょ。プレシオサウルスはね、イカとかね、魚をね、よく食べていたって考えられてるので、結構ね、鋭い歯があったみたいなんですよね。そこをどうするかっていうのもね、ちょっと考えなきゃいけないですね。はい、というわけでね、胴体の方まず作ってみました。前回作ったモササウルス、そしてね、ハンマーヘッドシャークのようにティラノサウルスのボディをベースとしております。その上にね、こういう四角いブロックを置いて、ちょっとこう首に向かってですね、胴体が上がっていくような感じにしてますね。はい、ちゃんとね、プレシオサウルスみたいにね、大きなヒレもね、つけたんで、現時点でもね、結構いい感じのシルエットしてるんじゃないかなと思うんですよ。さあ、ここにですよ、ブラキオサウルスの尻尾をちょっとつけてみましょうということでね、ああ、いいじゃない、いいじゃない。来てる。さあ、そして長い首ですね。頭をつけたいということでね、はい、しょぼーんってしちゃってるね。いや、ちょっとボンは嫌なんで上につけてみましょう。あー、まあこっちの方がいいけど、でもプレシオサウルスってね、もうちょっとこう前方斜め上に伸びてるイメージあるんだよな。でもね、残念ながら斜めにはつけられないんだよね。こういう時は一番お手軽な方法でいくと、僕の場合は、はい、このようにですね、大きな目玉をまずつけます。謎の生物爆弾。はい、この目玉をですね、ボールジョイント代わりにしたら、はい、こんな感じでね、配置できる範囲がね、広がるので、まあ自分の好みの角度でね、つけることができるんですわ。あ、いい感じだけど、まだちょっとしょぼんとしちゃってるよね、うつむいてるよね、なんか嫌なことあったのって。100円を
落としました。見つけたらお礼に100円をあげますので、どうか教えてください。なんか頭悪いこと言ってるぞこいつ。まあ、しかもねブラキオサウルスね歯がないんだよね。ということでドラゴン作った時みたいにまたブラキオサウルスの頭にですね目玉をつけますと。はい、そしてもうどうせならね歯が生えてる頭をつけようということでね、まあ人間もね歯が生えてるけどこれはさすがにないな。なんだこの生物は。スピノサウルスとかどうかな。口がアグレッシブすぎるなこれ。かといって T-Rex はね今までめっちゃ使ってきたんでちょっとな、まあ似合うけどね。いや待てよ、プレシオサウルスってね結構ね尖ってるんですよ頭が。というわけで一番正解なのははいこれじゃないかな、プルスサウルスの頭。はい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 、これが一番いいかもね。まあちょっとしょぼんとしちゃってるけど、でもね地面に近くなってね相手を噛みやすいんじゃないかなと思うんで、これでいきましょうか。モササウルスに引き続きまさかもう一度プルスサウルスの頭を使うことになるとはな。おー、もうシルエットはねどっからどう見てもプレシオサウルスですね。いい感じだ。それではですねこれをベースに武装とかねディテールアップを施して完成させましょう。はい、というわけで完成しちゃったぜプレシオサウルス。いや、 やっぱね頭がモササウルスだったんで結構ね口が大きかったんですよね。これはさすがにねプレシオにしては大きすぎるということでね、はい、ちょっとねブロックを使ってですねこういう感じで隠しました。そしてね目の位置も本当はここにあるんだけれども、ちょっとね前に移動させたことによって顔がプレシオっぽくなってますね。さあ、あとはねこの豊富な武装、いやちょっと豊富すぎるかもしれないけれども、6連ミサイルポット、そして金色に輝く10門の機銃、そして超大型ロケットランチャー、あとはねこのプレシオサウルス最強の武装ハイドロブラスターですね。いや勝手に名前つけたけどね。はい、プラズマキャノンを大きくしたものですね。いやなかなかうまくできたんじゃないでしょうか。早速戦わせてみましょう。まあテストといえばね大胆なビリーでね、はい大胆なビリーを大胆に配置していく。はい、大胆に配置すること100人。さあ見ていきましょう。一瞬で吹き飛ばしたぞ。すげえ、もう軍艦だよもうこいつ。はい、機動力はですねそこまでね、はい、ジェットつけてないんでね、まあ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 それなりのね速度ですね。やっぱねモササウルスとねハンマーヘッドシャークがこんな感じでねバーって突っ込んでっちゃうんで、はい、どちらかというとね後方支援型ですね。さあ特攻はあいつらに任せる。ほらね場外落ちてっちゃうほどねもうすぐね敵に向かっていっちゃうから。いやこのねプレシオサウルス作ってくださいというリクエストがあったんですよね。さあプレシオサウルス海から上がってきたんだけれどもね、はい陸軍でもね全然勝てると思うんですよ。さあ集中砲火を浴びているが吹っ飛ばした。さあ HP ゲージは半分ぐらい減ったね。戦車3機ならもう余裕でこのキャノンで吹っ飛ばせると。はい、このね攻撃力がめちゃめちゃあるロケットランチャーをですね装備したロケットエリーマーク2をですねこんなジャーンという感じでね超並べてみました。いやこいつら超攻撃力あるからね、こいつらにやられる前に果たしてプレシオの火力で全部吹き飛ばすことができるのか見ていきましょう。ということで早打ち早打ち、機関銃が10門ついてるからな。さあ打ち込んでいく。お、どっちが勝つどっちが勝つ。おははは、すげえ全部吹き飛ばしたぞ。うわー、このねロケランとプラズマキャノンで相手を吹き飛ばしつつこの10門のね機関銃でねもう容赦なくね蜂の巣にするっていうね。いや強っ。これならねスウォームバグがですねイナゴの大群張りに襲ってきたとしても全部撃ち落とせるんじゃねということで見ていきましょう。いやすげえ数出てくると思うよ。やばいやばいやばい、何体いるんだこれ。何体いんのこれ。さあさあ全然たかられることなく範囲攻撃ロケットランチャーで一気にもう落としていくわ。すごいすごいすごいわ、 HP 全然減ってない。いややば、このね同時攻撃できるね範囲がやばい。いやすごっ。これにさらにもうめっちゃちっちゃくてね飛びかかってくるディノニクスをねめっちゃ配置して、いやこれでも勝てんのかな、見ていきましょう。さあうかうかしてたら囲まれるぞプレシオサウルス。いやー数の暴力、数の暴力に全然勝っている。やべえやべえやべえ。いやー範囲攻撃とねこのレーザーのノックバック、そして機関銃の手数ということでねもう圧倒的兵力を前に一体でね全てを全滅させるというこの恐ろしいユニット。いややばー。いやこうなってくるとね気になるのは対空性能ですよね。というわけでドローンをですね何体にしようかな、もう10体とかいける。さあ見ていきましょう、いけドローン。わすぐ吹っ飛ばされた。うわ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 、すげえすげえすげえ。
ドローンもね1回は吹き飛ばされたけど、はい、負けじとねまた襲ってくるね。いやーでも全然余裕で勝った。なんか強すぎねこいつ。おいあそこにいるのってもしや。おお、ハンマーヘッドシャークではないか。久しぶりじゃの。お久しぶりです、プレシオ隊長。相変わらず無茶をやっとるようじゃの。あなたは本部を守っているはずじゃ。地上に行ったやつらが不甲斐ないからちょっと見てきてくれという上からのお達しじゃ。それじゃ俺らと行動を共にするっていうことですか。そういうことになるかの。どれ、久しぶりに実力を見てやろう。さあ来い、ハンマーヘッドシャーク。相変わらず弱いの。いや隊長に勝ってるわけねえですって。ポケモンでいうもラプラスばりに強いんですから。ラプラスは言い過ぎじゃの。みんなもポケモンゲットじゃぞ。いや、やべえことになった。他の兵士の強さも見ておこう。おい、ちょっと待ってくれよ、プレシオの隊長じゃねえか。おお、元気にやっとるかの。どれ、強さを見てやろう。火炎放射器は熱いの。タコよ、少しは強くなったか。プレシオの先輩がなぜここに。怖いね、タコも炎を吐くようになってるね。いや、プレシオサウルス本部を守る隊長なんだね。やっぱ強いだけあるわ。今んとこ海洋生物群でやっぱ一番強いですね。こんだけ強いんだったらさ、もう神にも勝てんじゃね。ゴッドチャレンジやっていきましょう。ついに海の生物を地上を求めてやってきたか。世は激動の時代を迎えておるの。さあゴッドチャレンジ開始。おお、神様が落とされるか、落とされるか。さあ無限に近い HP を持っているこの神様でさえ、うわー腕がなんか伸びてる。落とされたー、強プレシオ。やっぱ勝ったか。お主なかなかやりおるの。神の力を見せてやろう。いや、もしかしたらゴッドナイトには勝てないとは思うけど、いやこれもう一生近づけないよね。もう事実上これは引き分けだよね。引き分けなのかな、これ落ちてくかな。やっぱ、あ、落ちてくわ。やっぱそうなるよな。まあちょっと受けるけど、あーダメか。やっぱなかなか強いの。ご褒美にプリンをやろう。いやー、サイボーグ恐竜群の中でもね、1、2を争うほど強いこのライトニングアンキロ、プレシオならもしや撃破できるか。さあ見ていきましょう。あー、そっか、ライトニングガンが発動する前に吹っ飛ばしちゃうんだよな。いやー強えなー、このねノックバックしながらね機銃で撃つのマジ強い。いや、これ冒頭ではさ、サイボーグダイナソーズにさ全然負けちゃったけど、もしかしたらもう勝ってんじゃね。わしが来たからにはもう大丈夫だぞ。海洋生物群発進、倒していくぞ。さあ始まったバトルが、モッササウルスとハンマージェットシャークが突っ込んでいく、いつも通り。さあプレシオはちょっと離れたところから援護射撃、モッササウルスとハンマージェットシャークは吹き飛んだ。さあプレシオサウルスがどんどんと撃破していく。やべえ鬼強。いやーもうオクトパスただ飛んでるだけやん、もはや。あとプテラノドンだけだ。いや、プテラ追いかけてプレシオが落ちちゃったらもうこれダメだな。でもめっちゃ撃たれてるよ、遠距離から。うわー、これはプテラ痛いね。なんとかかわしたいが、なんとかかわしながらも、おーっと、おお、プレシオ落ちた。これはどうなるかわからない。さあタコ VS プテラノドンということで空中戦が始まったぞ。さあタコの役割を果たすことができるか。うおー、地上の爆撃完膚なきに爆撃していく。おお、海洋生物群の勝利。やばー、おい勝っちまったぞ。こっちは4体しかいねえんだぞ。俺を忘れるな、正確には5体だ。うっせえゴリラ、お前は黙ってろ。全軍撤退、体勢を立て直す。いや、プレシオ先輩ちょっと強く作りすぎたかも。はい、現在ですね、僕が作ったユニットの中でめちゃめちゃ強いやつら3体を並べてみました。もう最強なのがね、この死神最終形態ですね。そして2番目に強いのが先ほど見たゴッドナイト。そして3体目がですね、はい、クソでかいこの最終兵器ですね。震えてんな。いや、プレシオ先輩もしかしたらこの最終兵器に勝てる。そしたらこれ順位が変わるぞ。さあこれが最後のバトル、見ていきましょう。どっちが勝つのか。さあ HP ゲージを配置する。いや、さすがに負けるか。いやー、プレシオ先輩が吹き飛ばされてるところは初めて見た。やっぱ負けたか。いや、強すぎなんだよこいつが。うわ
すげえすげえ、どこまでも追いかけるこのワイヤーガン、やば。はい、というわけでですね、とんでもないモンスターをねちょっと誕生させてしまったかもしれません。いやー、これは他の軍隊も強化していかなきゃいけないな、というわけでね、どんどんですね新しいユニット作っていきましょう。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。最後まで動画見てくれてありがとう。それではまたね。